キョンキョンです。今回も琵琶湖に来ております。今週は滋賀支部の皆さんに質問攻めをしていこうと思います。滋賀支部の皆さんに質問攻めをしていきたいと思います。ではまず、この中で彼氏彼女にするなら、俺も一緒にしよう。この中で年齢やったり男女もなしで、自分がもう男が女、性格とか、ね、性格とか一緒にいたら楽しいやろうなみたいな、そういう。これ多分若手は一致するんちゃう。ラブマゲドンみたいなってことですか？どういうこと？むず。一人ですよね。一人かな。そんな女。二人でもやる。そういう女ね。あーらーらーらー。そういうことしちゃうんだ。もうリアルなんで行こうな、リアル。まあリアルで行こうか。なんかこれおもろいな。おもろい。面白い。おもろいおもろい。これは後ろから。わかりました。はい、行きます。僕はイッチさんです。やったー、めっちゃ嬉しいんやけど。理由は、いや、なんかやっぱり気遣いがめっちゃなんかしてくれるんちゃうかなと思って。なんか消してる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 。どうやったんちゃうん。僕は市川さん。めっちゃ嬉しい。理由は、理由はそうかな。一番一緒におるしな、はい、行くかな。了解です。理由なんてないくらい、理由って感じです。そんな、僕の、一番付き合えた人はカップル成立でーす。ごめんな、ごめんな。リン、2番目でもいい？いや。もう理由は、いや、もう言葉はいらないですね。いらない、問題も、はい。ちょっと僕さっき言っていいですか。ちょっと市川キュンやった。あらららら、ちょっと待った。僕は、まあその気遣いできるって言ってたと思うんですけど、一個めっちゃかっこいいエピソードがあって、まあみんなで飲みに行ってて、僕お酒弱いんですよ。でもそれ分かってて、イチがこれなんか焼酎の水割りとかって、秀司君これ焼酎の水割りとか言って、それ水やったんですよ。なんなんこいつ、割り気使うやるの。もう好きやわ言うて。なんかそういう優しさっていうか気遣い、もうすごい、もう勝てへん。でもそんな男から好かれたとこで何もなんない。いや、僕もとこさんからも言ってますけど。ほんまや。理由は、理由はイチおもろいよね。ありがとうございます。なんかおもろいし、しっかりするとこしてるし、せやねんな。ソータやったらちょっとなんか、うん、ちょっとちゃうかなと思って。ちょっとちゃうかな、ちょっと息子感があるから。みーちゃん、さっき自分ですか。実は、実は、はい、ビンビンで。絶対ビジュアルやん。ポイントゲットみたいな。理由は、確かにかわいい、かわいい、かわいいな。超難しくなってる。超味のやつ。ほんまのやつやん。ちょっともじもじすんな。俺だからあんまりそこまで知ったイッチのこと知らんのやろな、多分ね。そういうとこ、そういうとこはまだ俺は見れない。まだ見てない。その俺はこの中でも唯一まともなこの2人、ソータかリンリンしかなかった。消去法。俊介さん、ソータのこと結構好きやし、ソータの悪い部分を知らんから。普通に悪い。この中で一番第一印象が悪かったのは、第一印象、あ、じゃあ逆プラスで良かった人もどっちかってこと。これ僕の立ち位置めっちゃ難しいですよ。確かに確かに、先輩ディスると一緒やから。広瀬選手から。僕からですか。いい人でいいですか。いい人でも。木下さんで。おお、いい人、はい、あ、いい人ね。もう、はい、なんかエピソードとか。いや、なんかもともとそう、ちょっとそのなんかハゲキャラみたいなのがその分かってて、で動画とかで見てて、あのこんな人がもう来はるんやと思って、あの養成所とかの帰省のタイミングとか見てて、ちょっと面白い人いるなと思ってました。ポイントアップ。出れんじゃねえかよ。
ハゲ言われてんのにね。ハゲキャラ言われてんのに。第一印象は、はい、ありがとうよ。ようやくしたら、はい、ハゲてんのにこんなに頑張ってる人がいるんだ。おいおいっていうことだろ。えようやくしたら、ハゲてんのに頑張っとる。香川選手お願いします。僕、二人印象、良かった人と悪い人。修二さんと木下さん。おじゃあ俺いい方。俺いい方。よっしゃ。まあでしょうね。なんでや。木下さん、僕の印象は最初の印象なんですけど、怒られてる印象しかなかったんですよ。ああ、そうやな、ちょっとタイミングが悪くて。そうですよね、僕がね、はい、スーツで謝りに行ってるところが初対面でしたね。はい、スーツ姿やって、あ、この人は大丈夫やと思いましたね。大丈夫や。シュウジさんやっぱ、はい、半期かぶってて。そうやな。僕が養成所に入った時、うん、やっぱ緊張するじゃないですか、うん、その時もうバー走ってきて、ガーン肩組んで、そうだよろしくなって一発目の印象はそれなんで。ジャンプの主人公みたいに出てる。そうですね、緊張してたから。そうやな。ほんで終わりもジャンプみたいな終わり方だった。確かに。俺が先にこうバスに乗って阪急やから卒業していくんですよ。ほんならソータがこうやって涙流して、俺が卒業していくからとかって、ほんで俺もなんかそれ見て待ってるからバスの窓開けて待ってっからなんかあれこんな感じだった。ジャンプみたいな感じだった。俺逆やったのに。おあお、キノピー丸。なんかやっぱり最初緊張するやん、みんな、はい、もうおとなしいね、はい、市川も結構、ね、明るい感じがあったけど、でキノピーもなんかもう、あ、こいつおもろいやつやなって一発でこう波長を感じれるほど、おなんかこいついじれるなっていう。本当ですか。うん、こうやって会話してた時、俺ここしか見てへんかった。いや、そうなんですよ。好きやな。おぉ、頑張れよ。そうなんですよ。天津飯かな、思って。目あるんかな。もう記録ここしかおらんもん。そうやね。俊介さんの中で結局ハゲかい。それで好きなの。俊介は、なぜか太陽がお前のことを毛嫌いし、まだよ。はい、その印象をちょっともう影響受けてる。釣られてるんですね。こう最初の印象が悪いっていう子は言いひんかったんやけど、もう悪いとしてはこれかなって。ちょっととりあえずだ。そうだ、ちょっと見てよ。これも僕ね、これごめんなさい、さっきで僕森田さんが第一印象良くて、今でこそこんなんですけど、もう最初めっちゃ優しかったんですよ。なんか緊張してるってわかるじゃないですか、キノピー以外。ほんであえて喋りかけに来てくれんかった。俺だけか。喋りかけて来てくれたってこと。そうです。レースとかもなんか、お前こんなんあかんやんけとかじゃなくて、うん、これはこっちでもええけどこっちの方が良かったなとか、めっちゃ教える優しいし分かりやすーって、今はね、キモいしねしか言わない。そう、その第一印象はほんまに良かったです。第一印象第一印象はね、お互いやん。第一印象が悪かったのはキノピーで、はいはいはい、僕らそう、試験一緒やったんですよ、養成所の試験の時に。ほんで、まあ普通に喋ってて、まあ同じ部屋やったな。そうそうそう、同じ部屋で。ほんでわちゃわちゃして遊んでたりして、ほんでなんかケツ毛濃い話になって。そうやな。ほんでキノピーが、俺ケツ毛濃いねとか言うて、ほんで見るとか言ってこうやってバッとかやってたんですよ。試験。そう、試験の時に。で試験の部屋です。そう、ほんでうわほんまや濃いな言うて、でも俺の方が濃いでとか言って、ほんで俺もケツ毛生えてるからこうやってバーンってやってたんですよ。いや受かったな。ほんならまあ僕の方が多かったんでしょうね、うん、キノピーがうわっえ、これはほんまにキモいわ。俺そんなん言うた。はぁ、今一緒にやってたやん。え、ガチで。そう、何弾いてんねん。いや、うわ、これはやばいってなって。自分変わらんやん。で、一時のあだ名がブラックデビルやってる。そうそうそう。お前一緒にやってんのに思って。何してんねん、試験から。お前や。ちなみに、おうおう、僕、シュウジがこれ、バツなんですよ。あかん方、第一印象だから、ここ相思相見やな。そうそう、相思相見。
理由は？だからその試験の、うん、ブラックデビル事件。ブラックデビル。でもその話は別として、はい、試験中なんか待ち時間って壁に向かって、ずっと立って待機しなあかんかったやんか。はいはいはい、でその時に隣でもうずっと壁の穴をこうやってほじほじしてる。壁向くのは何なん？人と喋んなってこと？いや、試験内容が分かっちゃうんで。ああ、そういうことな。後ろ向いとけってこと？頼むわ、もう隣でそんなやめてくれやっていう。緊張してんのに。はい、そうです、そうです。でも、だってあれ、立つやつ。30分ぐらいさ、こうやってさ、これ壁なんですけど、まあ、キノピーとか。ずっと30分？そう、なんかこうやってずっと待っとくんですよ。え、やみません？俺はセミか、思うとこやってな。みー。みーみーやりたくなってくるんですよな。それもやばいけどな。あれはでも待ち時間ほんま長かったな。僕も一応修士くんですね。最悪な方、はい、シェイって言うならです。なんでやねん。せやな。僕大学通ってたとこ一緒なんですよ、修士くん。でそれ卒業してきて知ってて、うん、で、あ、中島さん初めまして、うん、あの出てきた市川です、お願いします、僕もう大学同じとこ通ってましたとか言って盛り上がるんかなと思ったら、そうな、みたいな。いや、そう。練習するじゃないですか。練習行くときとかも、なんかね、言葉じゃなくて態度で示す系やから、あーそうやな、行こうぜ、みたいな。ジャンプ技術がある。練習行くたびに、勝負しようぜ。その勝ち負けの概念分からんし。見てる先輩。努力、汗、涙、好きやもんな。大好き。いいじゃん。いいじゃん。一で、あら、おー、さいい方、あ、同期か、悪い、悪い、いい方、あ、いい方、いい方なんや。養成所の時は全然接点なくて、うん、出てから、うん、もういいんや、なって、なかったっすね。あー、案外頼りになるやんみたいな。案外頼りになるやん。だからなるなっていう、せやな、同期よ、同期です。で、接点がないの。同じ養成所いた時はあんま喋らなかったですね。同じ渋谷のに、佐野さんには一個も、市川さん呼びでした。あ、市川さんって呼ばれてた。へぇ、香川さんお願いします。一応、キノピーがどっちですか。あ、いい方、いい方。へぇ、先輩だわ。意外とハゲやのにおもろい。同じこと言ってる。今のところはハゲやからおもろいなってですけどね。ビンと同じこと言ってる。なんかこの世代ハゲが好き。ハゲ好きな最初な、ほんまにキノピーが23やってんな。23ですね、デビュー。デビューしてきて、ほんでキノピーで女子戦やってんな。お手伝いが、はい、ありました、ありました。でその時にエミに23やってってキノピーって言ったら、いや、私30って聞きました。いやいやいや、うちも本人に聞いたからって言って言った人も言った人やけど、信じたエミさんもエミさんや。いや、うちは本人から聞いたって言うてんのに信じてもらえへんかったっていうな。30や、あれは30や言うて、トータルして褒められてんのかわからんっていう面白さ。でも先輩受けは良かったんですかね。先輩受けが結構大事やしな。まあ、で、板前やってたんやって、もう板前感じてるっていう、確かに、そういう。で、板前はやってないんですけどね。寿司屋さんで働いてたってだけで、握ったことは一度もない。そうな、はい、そうな。ありがとうございます。では、次いきますね。はい、まだまだ、はい、滋賀支部といえばということで、滋賀支部を一言だったり、一文字だったり、そういうので表してください。滋賀支部といえば、はい、白石慶三。おー、これな、好きやな。慶好きやな、ほんま。あの、僕が出てきてデビューしてしばらく何年か支部長やって、まあ、あの昭和の時代やったからすごいなんかこう説教、先輩が後輩に説教するみたいな、なんか、なんか何この世界、このボートの選手って思うぐらい最初ちょっとなんかすごい時もあったんやけど、白石慶三さんの出場になってからなんか、ね、正月もゴールデンウィークもボンレースも、あの地元レースがあるたんびに
全員が集まって打ち上げして、今の時代ではそういうのはあんまもうなくなったんやけど、なんか支部が人数も少なかったし、一つ塊でみんなでワイワイ酒飲んで暴れてた印象があって、なんか後輩や、一番下の方の後輩やったけど楽しかった印象があって、まあ、先輩たちがすごく楽しそうにやってたのが、見てるのが楽しかった。まあ、いい支部やなって思って、まあ、今もね、仲良しのいい支部やけど、この時代はなんか暑くて結構はちゃめちゃで、みんなでキャンプやったり、こう今よりこう人のつながりがすごい強くて、いい時代だったなと思って、もう慶三さんの頭にタオル巻いて酔っ払ってなんかやってる姿が印象的。俺はこの時代が好きやった。白石さんの、めっちゃいい話ですよ。めっちゃいい、この格好で言うのそうそうそう、やつ絶対順番間違えてるでしょ。なんで最初に言うの。次言いにくい。いいですね。一回挟もうか。俺結構軽いから、はい、いいですか。イベント多めな感じがします。それはなんかこういう撮影とかもそうなんですけど、うん、なんか YouTube のなんか前あったじゃないですか、滋賀支部トークとか、CM 撮影したりとか、なんかレースよりもこういう YouTube 活動みたいな方が頑張ってる感じがするっていうのは個人的に思いました。キャラがね。そうそうそう。あのでも滋賀支部トークはもうそこかしこで言われるで。そうですよね、僕もめっちゃ言われます。最近やってないの言って、もうあれ楽しくてしょうがないんやけど言って、いろんなとこで言われる、うん、一言なんで、相乗。相乗、はい、難しいこと。いや、すいません、ちょっと真面目に。人数が少ない支部じゃないですか、周りからしたら。その中でやっぱみんな仲いいと僕は思ってるんで、で、なんていうんですか、みんなでこう全員が仲いいだけじゃなくて、なんかこう個別でこうめっちゃ仲良かったりとか、なんかこうあちこちでこうつながりがあって仲良かったりとか、で若手もまあやっぱその加賀くんが優勝したり修二くんが優勝したりとかで、僕はちょっと乗れてないんですけど、相乗って書いたんですけど乗れてないんですけど、やっぱ若手でそういうなんか頑張っていこうっていうのもあるんで、まあちょっと乗っていきたいなっていうのも込めて相乗っていうのにしました。こういう真面目な一致もいるんですよ。あでもな、印象的に広瀬ぐらいからこの一塊なんか久しぶりに、なんかこの時代と被る部分があるなと思って、なんかこうヤング界がこうギュッてして、確かにこう相乗効果っていうのはあるんちゃうかなって思うわ。お前らがなんか楽しそうにしてるのがすごい目につくから入れてほしいな。入れてほしい、入れてほしい、この辺の確かに、なんかこの辺の熱かった時代に入れてほしい、なんか思い出さすような仲の良さがあるな。羨ましくなって羨ましかった。いい話の次ですけど、あ、いい話の次じゃ、あ、似てるから行きたい。はぁ、乗せるだけで、はい、うん、ですね。理由はもう一緒ですね、市川さんと、うん、かな。そうしそうなんでね。そうしそうなんで、ね、そうしそうなんで、ね、カップルなんで、すいません。僕も言うて似たような感じですね。あ、本当ですか。一言で表すのはまあ少し難しいです。なんせ滋賀支部に対する思いが大きすぎるので、して一言で表すのであれば滋賀支部で良かったなということですかね。キラーンってなってる。全然おもろい。結構休憩入った。はい、休憩です。編集点です。じゃあ先行きます。はい、ホーム、もうつながってるんですけど、あの居心地がいいんで、もう仕事がやりやすいし、すごいな、そんな思えるってな、もう楽しいです。これ視聴者さん涙なしで涙は長さ、長さんか。滋賀支部でよかったなって思います。僕はなんか氷山の一角やな。はてむに急になんか終わりだすの。いや、なんかこう滋賀支部で
言われるとこう人数が少なくてなんか小さい支部なんかなっていう印象とか持たれると思うんですけど、僕まだデビューしてちょうど1年経ったんですけど、なんかやっぱ高校それぞれがみんな濃いなと思って、はい、意外とだから深掘っていけばもう結構大きい支部やったなっていうのを思って、やっぱ周りから見てたらちょっとあれだと思うんですけど、人数とかで意外と規模が大きいかなと思いましたね。規模が大きい、まだ先っちょしか見えてへんってことまだまだ濃いですよっていう伝え入れてない部分ありますっていうことです。ラスト、私、はい、少数制です。あー、いい、もうこれしかないやろな人数少ないけど強い人いっぱいいるんで、はい、強くなった、うん、強くなったね。俺だってデビューしてた時23、4人の時もあったんや、ほんまに。え、支部全員がですか？うん、どこよりも少ない時期があって、ほんまに30人切ってんのが普通やったんや。3、4人まで減ってへんかもしれんけど、まあ25人とかぐらい時があって、そんな SG 取るとかそんなところのこの誰かが SG 取るとか、ね、そんなレベルとか話考えたこともなかったけど、もう今見てみな、SG、G1、G2 タイトル取ってる人、何個あ数えたら何個おるよ、うん、すごい渋い、この人数の割に考えて、うん、あと下があんたたちが、うん、そうそうそう、な、どんどん頑張っていかないと、はいはいはい、ハゲてる場合ちゃうで、ハゲてる場合あれ最後に突き放したいわありがとうございました。ということで、あと質問攻めはこれで終わりたいと思います。はい、3つしかやってへん、ほんまは結構用意しとったんやけど、まあまあ広げてくれて、めっちゃ喋ってんのやろな、ほんまや。今日一番カロリー使ったの俺やろ。いや、間違いない、間違いない、一番痩せた、どんだけ汗かいたの、ほんま